一つ質問したいんだけど、身近な人で嫌いな人っている？でも成人式とかあったからね、最近。確かに。だから地元にも帰ってるから。鼻につくなってぐらいでいいでしょ。うん、うん、鼻につくな。アバンティーズのソラジーとスリムです。久々にドッキリをやろうと思います。どういうドッキリかと言いますと、今回はこれを使います。はい、サンドバッグ。サンドバッグなんですけれども、ランドリーバッグといって、洗濯物とか荷物を入れることもできるバッグなんですよ。こちらのサンドバッグのここにリックンの嫌いな、の顔面を貼り付けます。で、リックンが帰ってくるのを待って、サンドバッグと鉢合わせになる。で、そこでこちらのグローブ置いときます。するとリックンはきっと嫌いなを見たら、そこでドッキリです。今回こちらのランドリーバッグの中にリックンの私物をたくさん入れとこうと思います。私物？はい、リックンの私物です。ということで、今回はサンドバッグの中身が私物だったらドッキリを今回はやっていきたいと思います。でもあれじゃない、中身何にするの？中身、中身ですか。というわけで早速中身を紹介していきたいと思います。まずこちら、リックンの服類ですね。これはレベル1です。次、レベル2、こちらです。マイク、こちらマイクを入れたいと思います。これ高いよ。じゃあ次、レベル3、ヘッドホンですね。これも確かね、すごいな。レベル4、こちらパソコンです。パソコン、これやばいよ。楽よね。じゃあ入れます。で、最後、はい、はい、こちらのリックンがリックン史上一番大切に持ってる MP3 プレイヤーです。これはね、これはやばいよね。ほんとやばい。ということで、これも入れちゃいましょう。はい、というわけで揃いました。というわけで、もう準備は万端です。りっくんが帰ってくるのを待って、りっくんのリアクションを待ちましょう。はい、というわけでドッキリやっていきたいと思います。これ何？別にね、そんなにね、恨みはないんだよ。中何入ってんの？めっちゃ痛くない？はい、気が済みましたか、リコーさん。以前あまり好きではないと言っていました、お友達の顔が貼ってあるこのサンドバッグですけれども、中身を開けてみてください。お前さ、壊れたらどうするつもりだったよ、お前。これや、おー、マジでヤバいやつじゃん。切れるよねえ。これねえ、お前、機械系はまずいだろ、どう考えたって。壊れたら修理で払う財力あんのかよ。あ、お、足で逆を書きたいから。おてめえ変態、童貞ストーカー務めがね。はい、というわけで今回はサンドバッグの中身が私物だったらドッキリでした。俺の服が少なすぎてかさ増ししてんじゃねえよ。かさ増ししてんじゃねえよ。